Why did never give up? はい、どうもモチです。いつもご視聴誠にありがとうございます。今日はですね、皆さんきっと悩まれていると思います、配信ライブでの同時接続者を爆発的に増やす方法をお話ししたいと思います。というのもね、以前5000人を達成するまで帰れませんっていうね、配信ライブをやってたんですけども、なんかずっと同時接続者がすでにね40人を超えていたんですよ。なんでなんだろうなと思ってたんですけども、どうやら今現在の YouTube の仕様が縦型で配信するとショートフィードに乗るらしいんです。ショートフィードに配信が乗ればショート動画と同じように不特定多数の視聴者が入ってくるということなんです。ということで本日のテーマは、目指せ同時接続者50人 OBS を使った縦型配信でショートフィードに乗せる方法ということでね、こちらをうまくね利用してね、皆さんのお役に立っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは行ってみましょう。さあ、今日の問題はね、比較的簡単な話なのかなと思われがちではあるんですけども、縦型でね配信さえすればそれだけでね終わりって感じがするじゃないですか。でもちょっとそうではなく、スマホを縦にして配信する、こちらの場合は確かにそれでショートフィードに乗る確率が上がる、これは間違いないと言われています。ただ皆さんってスマホで配信します？ YouTube ライブってやっぱり OBS を使う方がほとんどではないかなと思うんですね。この OBS を使った場合はなぜかねフィードに乗らないんですよ。で、私もこれまで、4回ぐらい挑戦していたんですけども、乗った時最初は乗ってたんですけど、途中から一切乗らなくなりました。これがねちょっとね僕の中で謎になっているんですけども、ちなみに OBS で縦型配信をする方法なんですが、 OBS の設定画面、そして、映像をクリックしてください。そこに基本解像度、出力解像度っていうのがあると思います。この比率を縦型の比率に変えてください。例えば 1080×1920、僕の場合は 720×1280 でも、一応できました。この、比率で配信をすると一応縦型扱いということになります。さあ、じゃあこれでね OBS も OK なのかなと思いきや、実はそれだけではなくてですね、ここが謎で、私も何度か試みたんですが、やっぱりフィードに乗らなくて、だったんですけども、ある方法をね試みることで、OBS でもショートフィードに乗せることができる方法をついに見つけました。ではね、どうやってフィードに乗せるのか、これ実はねやり方もめっちゃ簡単でした。そのやり方とは、 OBS を予約なしにして配信をするということなんですね。これがすごく盲点だったんですが、基本的に皆さんって OBS で配信するときって予約してましたよね。そうで、告知するときもね、その URL を送るとかすればよかったですもんね。っていうか、そもそも予約しかしたことがなかったんですよ、僕。だからこそ予約なしの配信の仕方が僕分からなくて。そうなんです。ただこれもそんなにね実は難しくなかったので、ご説明させていただきたいと思います。まずは、OBS の設定から配信を押していただきます。そしてその中にあるアカウント接続っていうのはですね、あると思います。これをして YouTube とアカウントの連携を行います。まずこれが一つ大切なんですが、ちょっと私がやった時はこのアカウント接続のボタンが押せませんでした。もしそういう方がいらっしゃれば、一番上のこのサービスっていうところがもしかしたらなんか違う表記になってるかもしれないんですね。なんでこれを YouTube、RTFPS ってやつかな、これに変えるとおそらく出てくると思いますので、出ないって方はそちらを押してみてください。
連携が終わると、コントロールのところに配信開始の隣に配信の管理っていうやつが出てくるんじゃないかと思うんですよね。あとはですね、いつも予約をしているような感じで、項目を入れていって、配信を作成して配信開始を押してください。これだけでなんとフィードに乗ります。びっくりですよね。私もこのやり方先日やったんですが、一瞬にして50人を超え69人まで伸ばすことができました。いや、これはねマジでびっくりしました。ただね、一つだけ注意しておくことがあるとしますと、タグが記入されてませんので、まず、これを打ち直すといいかと思います。特にね、このハッシュタグショーツの、タグは必ず入れておいた方がいいと思います。そして言語設定も英語になっておりますので、こちらを日本語に戻しておいてください。あ、全体忘れていけないの、もう一個収益広告のボタンも押しておきましょう。これでね、縦配信動画をショートフィードに載せることが、まあ、できるわけなんですが、一応ね、メリットとデメリットっていうのも、まあ、あるので少しお話ししておこうかなと思います。縦配信をショートに載せるメリットっていうのは、もうズバリ、同時接続者を爆上げすることができる。フィードに載りますからね、まあ、これにつきます。これでも私も行きました。ただ、それに加えてチャンネル登録者も上がってきます。私もね、配信でね、フィードに乗った時はもう本当に登録者も一緒に増えてきました。これもね、非常に大きいことではないかなと思います。ただデメリットもあります。常連の視聴者様、例えば私のお客様っていうのはずっと横画面で見ている方ばっかりだったので、縦が見づらいっていう方も正直いらっしゃいました。特に PC で見ている方などはそう感じるようでありまして、まあそれを嫌ってね、常連の方が見なくなるという可能性はあるというのはちょっとね否めないかなと思います。あとはね、ゲーム配信をする方などはどうしても、縦になるとね、こうゲームが横画面が多いじゃないですか。だからちょっとこう配置的にね難しいかなと思うので、見づらいっていうのがあるのがちょっとデメリットかもしれません。なのでゲーム配信する方は、縦型画面でやるゲームとかだったらいいかと思います。まあ、ざっとではありますが、縦配信でショートフィードに乗る方法を説明させていただきました。改めましてね、本日のまとめです。 OBS を使って縦配信でショートフィードに乗せる方法は、 OBS の基本解像度、出力解像度を 1080×1920 にする、 OBS と YouTube のアカウントの連携をする、配信するときに事前予約をせずに配信する、配信後はすぐにタグを記入、ハッシュタグショーツは必須、言語設定も英語になっているので日本語に変更する、収益設定のボタンも忘れないでねという感じになっております。これでね、皆さんも私と同じようにショートフィードに、配信放送を載せることができるはずです。ただ一つだけ、言っておきたいことがあるとすると、こういうのっていうのはですね、今はできていてもその後できなくなる可能性があります。また、これを見た人たちがどん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 そこに参入していくことで、自分の動画がショートフィードに乗りにくくなってきます。なので一日も早く行動に移していただくことをお勧めします。皆様の YouTube 活動が少しでもお役に立てることを願っております。頑張ってください。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。さようなら。